カール・グスタフ・パトリック・ドラバルは、スウェーデンの技術者、発明家。蒸気タービンや、落農用機械の設計で知られている。ダーラナ地方の王者出身。1863年、ストックホルム王立技術院に入学し、1866年に、機械工学の学士号を取得。1867年には、ウプサラ大学に入学し、1872年に、 科学の博士課程を修了。1882年、衝動蒸気タービンの概念を確立し、1887年には小型の蒸気タービンが製造可能であることを示すため、1890年、蒸気の噴流の速度を超音速にするノズルを開発し、蒸気圧ではなく蒸気の運動エネルギーを使えるようにした。このノズルはドラバルノズルと呼ばれ、 現代のロケットエンジンのツルに使われている、ド・ラバルの蒸気タービンは最高3万 rpm で動作可能である。そのタービンのホイールは長い柔軟な軸に設置されていて、二つの軸受けは長い軸の両端にあった。ホイールが完全に釣り合いが取れていることは考えられないので、こうすることでその回転軸が振動しても軸受けを壊さないようにしたのである。 タービンを高速回転させるため、電動装置の小型化のための新たな手法を考案した。その手法は、現在も使われている。当時入手可能な材料の強度は巨大な遠心力に、対して不十分で、そのためにタービンの出力が制限されていたため、発電用の大規模な蒸気タービンには、チャールズ・アルジャー・ノン・パーソンズの開発した複合型蒸気タービンが使われることになった。 タービンの軸受けには潤滑油が使われていて、高圧の蒸気が潤滑油を汚染してしまうため、蒸気タービンを商用化するには、潤滑油と水の分離装置を開発しなければならなかった。いくつかの方法を試した後、彼は遠心分離器が入試も容易で有効だと判断した。いくつかの遠心分離器を試作し、様々な用途で使える遠心分離器を完成させた。 ラバルは、落農業界にも重要な貢献をしている。例えば、世界初の父とクリームの分離機、初期の搾乳機などで、最初の搾乳機は1894年に特許を取得した。1883年、オスカーラムと共にアルファ、ラバル社を創業した。しかし、彼の創業した会社が、搾乳機を発売したのは、彼の死後の1918年だった。 1886年、グスタフ・ドラバルはスウェーデン王立科学アカデミーの会員となった。遺体はストックホルムのノーラ・ベグラベニングスプラトセンに埋葬されている。ありがとうございます。